やばい、ここは石垣ゾーンだ、本当に。うわ、すごいな。おお、広。なかなかだ。うおー、すごい。私たちはこれまで三木崎を実際に歩きながら様々な場所を訪れました。三木崎には古くから続く歴史の痕跡が眠っており、その歴史はこの地から人が去って久しい現在でも三木浦町をはじめとした人々によって大切に保護され受け継がれています。今回は私たちが唯一訪れていなかった田野という集落跡に赴きました。はい、おはようございます。おはようございます。ウスルカの岡安です。昨日下がり松の整備体験ツアーやって、その翌日、うん、今回もこのね三木浦ゲストハウスにお泊まりさせていただいて、我が家、我が家ですね、もうでこんな素敵な朝を迎えているという次第ですけれども、いや晴れてよかったですね今日も。本当になんかね、僕が晴れ男っていう噂がね、結構その昨日とか視聴者さん言っていただいてたり。あ、違う、僕ですあなたじゃないです、まあ、なんかどっちかがっていうね、説がね。僕天気の子って言われてるんで新海誠監督の僕がモデルという噂が誠しやかに囁かれてる、うん、絶対ガセだけどということで、はい、まあ、今日もせっかく三木浦来てるので、はい、この辺り の集落をまた取材させていただこうと思って、で今回もガイドの方にお願いして案内していただきながらこう紹介をできたらなというふうに思ってます。今日は田野ですね。田野というね。そうですね、田野は我々としても初なので、ちょっと楽しみに行きたいですね。そう、ずっと行きたいなと思ってて、はい、今回やっと行けるので楽しみに行ってみたいと思います。頑張っていきましょう。行きましょう。あ、いいですね。しゃい。あ、岡安さん、はい、これ見て。はい、これ何、ほらおいおい、え、どうすか、車だぞこれ。これ醤油壺ステッカー新商品ですね、ヒストリカのあ、でも聞いてください、ここに貼っとくと燃費が良くなるっていう噂がありますねえよおい、これ作ったんですよ、収益あったんで。いや、なんかシール作ったのは見たけどさ買んなよ。いや、いいっすね、車優車なんでね。まあまあそれはそうだけどさ、うん、ダサすぎだろ。いや、いいっすね、かっこいい。なんかエンブレムみたいに先頭に貼ろうと思ったんだけどあ、こっちでわかったわ、ありがとう。ちょっとここでヒストリカの車ってすぐわかるんで、これ貼っとくことでね、もうどんどん醤油壺をね、この世に僕は広めていこうと思って。なるほどね、これ走る広告塔なの、これは。そう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 、これを見た人が醤油壺っていいなってならねえよ思えばいいなと思って。マジでこれ剥がせんじゃん。それ剥がせんよ、もう一生。まあ剥がせたとしてもまだ大量にあるんで貼りますけどね、また新しく。マジか、はい、あ、浜が海水浴とかもするんですか、ここ。できますよ。へえ。そこに個室とトイレとかシャワー、はい、全部無料。三重県の施設だ。そうなんですね、県が作った。浜もあるんだ、三木浦、すごいな。すごい綺麗な海です。ちょっと田野へ行く道すがら、以前も訪れたんですけどね、うん、2年前もね、のろし城っていうところ、木が刈られたようで景色がより良くなってるということで、うん、今回また立ち寄ってみました。海が青いな、ね、綺麗だ、すごっ、うん、あそこ行ってみたいよね、あの辺ね。ん、先の方あの先端、うん、行けるんかな、あれ。なんか前回も天気良かったっすけど、うん、今回も、まあ、僕のおかげで。そうですね、今日もいい天気ですね。なんかほざいてますが雲一つないんですよね。消しときました消去しといた雲。いいっすね。いや本当に綺麗だな、ここ。うん、三木浦が一望できるね。やっぱ漁港なんだなって真っすぐの道がゲストハウスの向かいのね。ああ、はい、はいはいはい、なるほどなるほど。こうやって見る三木浦もいいですね、うん、あのイカダみたいなのは何を作る。養殖。あ、養殖なんだ、うん、全部タイ。タイ、うん、タイとハタだけどタイがメインだね。へえ、うん、あのイカダ1個に5000匹入ってるんだよ。へえ、5000匹すごいっすね。深いからね。
田野の入り口ですね。ちょっと下がり松とは全く別のところからアプローチしていくっていうところです ね入っていくといけるみたいで、ここから1時間ぐらいかな、40分ぐらいっていう話ぐらいかな、うん、せっかくなんで整備しながら ね歩いていきますか。あ、すごい広々とした道に出ました ね早速すごい、これはちゃんと道が作られてるんだ、こうやって、うん、あ、これまたいいっすね、もうすでに、ね、この道いいね、うん、美しい。ここはなんか道ってわかるの？あ、この石がね、うん、道を残してくれてる。これの始まりですか？はい、水煙の、はい、へえ。あ、この水使って田野は農業やってたんですね、はい、へえ。まだ枯れてない上流ってことですね、ここが、うん、あ、この辺になるとしっかり気づかれてますね、ほんとだ、畑の、ね、あっち側だんだんになって石がぶつってます、だんだん畑だ、うん、すごいな、結構広い範囲の耕作地なんですね。あ、もうめちゃくちゃ石垣あるな、もうすでに、うん、ここも畑ですか ねすごいな、両側に所狭しと畑が、橋があるね、ん、こっちも行けるんですか？はい、ここはね、渡り道で、あ、ここが、はい、こっちが正規ルートね、はい、このまっすぐ行ったら、はい、こっちが、で後でこの橋だけ発見したんでね、はい、可能性があるなと思って周回ルートを作って、あ、向こうからここに戻ってくれるようなルートを、へえ、じゃあ後から向こうも見えるってことですね。そうですね、すごい、立派な橋ですね、あれも。ここもなんか遺跡感あるねまたなんか雰囲気違いますね、下がりますと、どんどん下っていく道すがらに畑があるっていう感じで、これはもう岡安的いい道ランキング上位食い込ますね。大したランキングじゃないでしょそれいやでもね、侮れないよいろんな道歩いてますからね僕もいや、すごいな、こっちのな、すごい、こんな広い範囲の。田野へ向かう途中には水源に沿う形で耕作地跡と思われる多数の石積みが見られ、この場所がまさに農業のために開拓された土地であったことが分かります。うん、ここ石造りすごいな、石造り集落でした、これは想像以上に規模が大きかった、うん、もうなんかもう本当歩いてるとね、この左右にこっちとこっちね、もう両方にねずっと畑が続いてるんですよね、うん、あー本当だ、もうちゃんとした川が、うん、そしてこの川を挟んで両脇に段々畑が、確かに下がり橋と比べるともう本当にここは耕作地帯って感じですね、うん、そういって役割が分かれてたんだな、うん、ちゃんとすごいな、高低差が、知らない間に段の上にいた、うん、さっきの周回コースだと反対側通るから、はいはい、反対側からここの絶壁が結構でかいのがよく分かる、うん、いや向こう側もすごいですもん ね、うん、ね、あ、この下も畑ですもんね、これ、うん、平らなんで、あっちも畑ね、え、だんだん川がどんどんでかくなってんのが分かるな、そんで、確かに、バンコン、バンコン、すごいっすねこれ、だからこれ板状だったもんね、昔の人はさ、これをうまく切って、うん、船の舵にしたりとかね、あ、そういう利用したんだね、へえ、こういうのが材料になったんだ、うわー、いい、あ、いいね、もう椅子じゃんそれ、もう玉座みたいになってますよ岡安バンコンの王になってるじゃん、うん、どうですか座り心地は、田野の王になろうかな、田野の王ここに行く人玉座張ってもらう、もうここで一生終えればいいんじゃないですか、そういう人生も悪くないかもしれないこれ、綺麗だしね、ここ森に囲まれながら、ね、眺めもねめちゃくちゃいいんだよ、森の中ね、空見るといいね、確かに、うん、綺麗な森っすね、本当に美しいわ、よいしょ、あー、なるほど、こんな感じで
これが山の神っていうんですね。すごい、天然の祠ってことっすね。じゃあ田の者の炭焼き窯、あ、こんな広いんですね。立派だよね。もう屋根は崩れちゃってますが、逆によくわかるよね、規模が。確かにこの入り口の部分だけね、ちょっと残ってて、でもここはそんなに古くないと思うんですよね。あ、そうなんですね。田の者時代で昭和43年だから終わったのは。ああ、その頃ぐらいまで現役で使われてたんですかね。だから使われてた可能性あるし、その後の窯だけ使ったって可能性もあるかもしれない。なるほど、炭焼き窯を上から、ね、炭焼き窯の上に立つ男なんで炭焼き窯にマウント取るここで火が燃え盛ってたんですね、かつては。広いね、本当に、ね、東京ドーム何個分だろう比べ方が逆じゃん東京ドーム何分の何個分だろう。ちょうどこの東京ドームみたいな形してたんでここにお墓があるんですね。急に現れたね。で、田の者の人って田の者さんっていう人だったんですね。地名がそのまま名字になったんです ね。あれ徳松さんって下がり松で聞いた名前。ああ、それはあれは暴れん坊の徳松あ、それとは別ですか。あ、なるほど、よかった。田の者に流されたのかな昭和6年だよ。あ、昭和6年なんですね。あ、これ昭和6年ですか。6年に91歳だけどね、ずいぶん昔の人だね。そうですよね、明治の前だね、きっと。確かに江戸生まれってことですね。明治維新とかより前になるんですかね。でもその時代に90歳ってすごい長生きですよね。ね、この時代じゃやっぱり米が良かったのかな。あ、健康ここが住居跡なんですね。確かに田野さんのお宅だった場所、結構奥地にあるんだなあれ、何やってるんですか。いや、なんか落ち葉いいなと思って。え、落ち葉いいなと思って。僕には転んだように見えましたけどあ、道になってるわ、ちゃんと。ここに玄関があります。あ、確かに。へえ、すごいな。この門構えとかも自分で作ったってことですよね。結構立派ですね。すごいよね、バイタリティに溢れてる、ね、これまでの石垣とかも全部やってさ、この家の周りのさ、このこことかもだよ、この石畳とかもだよ。ちゃんと作ったんですね。三木里地市によると、慶長年間に現在の渡来郡南東あたりから4名が聖縁を行うために田野の地へ移住したとあり、これらの人々は後に下がり松に移り住んで聖縁に励んだと伝わっています。このように田野は下がり松とは密接な関係にあり、集落間の交流も頻繁に行われていました。ああ、こっちから、ね、海に出られます。あ、海、海が近いな。おお、ここもゴロゴロしてるもうこれゴロタ浜始まってますね、これ。うわ、すごよいしょ、なかなかだ。うおー、すごい。おお、これはまた絶景だ、これ。立ちすくんでるんですか。いやー、果てだなと思って。だってこっち見たらね、森だもんね。そう、これこのね、すぐ目と鼻の先にさっきの田の者があるんですけど、全然信じられないね、こうやって見ると。
いやすごい景色だこれ。さて田の坊の水田跡を目指しております。田の坊この一軒だけなんですか。なんかねちょっとちょこちょこっとあるけど あんまりはっきりとないんだから、ここぐらいが本当に少ないですね。最後にこの一軒そう。それで今80ぐらいのさ孫が、はい、小さい時中学校ぐらいまでよく遊びに来たとこが三木浦からね。あ、じゃあまあその頃は家があったってことですか。だから首相は43年前だった。おお、じいちゃんがここで仕事してたね、うん、だからもう子供もここにいなかったんです。もうみんな見切られて。ああ、なるほど、うん、でもまだそうですよね、当時の姿を知ってる人がまだ。そうそう、それでここ遊びに来て、でじいさんとばあさんがいて、うん、なるほど、おじいちゃんの家だったんですね。そうそうそう、ここがおじいちゃんちゃんさん。へえ、面白いし、うなぎはあの川で取れるし。あ、うなぎも取れるんですか。もう嬉しくて遊びに来たよね。すごいな、生き証人がまだ。うわ、すごいな。おお、広。急に広がるね。思った以上に広かった。多分ね30倍はあったね。30倍本当にリアルに30倍ぐらいあります。すごい大きいな30倍。これ半化粧。半化粧ですね。これ似たのあったでしょ。はい、ありました。これもっと成長するんですか。これはね 4,50 センチまである。あ、そんなに。だからもう今からずっと4月上旬まで、うん、ずっと綺麗、うん、もっと緑色になる、ね、これは圧巻ですね。サガリマツはその地性上稲作に適した土地が少なく水源にも乏しかったことから、1668年頃に平九郎という人物が田の茂を開拓し稲作を始めたと言われています。田の茂は水源も豊富であり土の質も良好であったことから稲作には適していました。現在でも広大な水田跡の湿地が残されており、毎年夏になると半化粧が群生する美しい風景を見ることができます。確かにこの木いいっすね。この木でしょ。でこれ枝がすごい低いよね。この木何の木ですねこれ。確かにね。このね石垣とこの木と小川のコラボレーション。確かに美しいなこの景色、うん、極まってるね。これ岡安いい景色ランキングじゃないですかこれ。堂々の1位ですねこれ。お前のランキングちょっと入れ替わり激しいですね、うん、簡単に1位になる、うん、みんな頑張ってくんないとね。うるせえな。いや綺麗だな小川。この水が綺麗だもんな、うん、この水で田んぼをやってたんだな。でもね、この辺藁が落ちてるわ。田んぼだった確かな。なんかまたジャンル違うなこの景色は、うん、ヘブンじゃん。ヘブン、ジャンルヘブン、うん、何そのジャンル。ヘブン田の茂って呼ぼうかな。こっちにも石垣ありますね。何かがあったんだ。畑、ガイドさんですら未開の地に。炭焼き窯、新発見。おお、本当だ。さっきのより小規模な。確かにさっきのより一回りぐらいちっちゃいね。これ獅子垣だ。あ、これは獅子垣なんですね。田んぼ守ってたんだ。うん、なるほど。ぐるっとあるよ。あー、本当ですね。本当だ本当だ。これ獅子垣だ。田んぼの獅子垣初めて見た。ガイドさんですら初めて見るものが。ちゃんと道脇を歩けるようになってる。そっか、じゃあここが一番外側ってことですね。あ、もうずっと続いてるわ田の茂の獅子垣。
本邦初公開です。そうだね、うん、多分これは本邦初公開なんじゃない。正真正銘すごい。先ほどの炭焼き釜ですね、うん、田んぼの真横で炭焼いてたんで入り口が綺麗に残ってますね。わざと作った穴だね、うん、そうですよ ね、こんな綺麗に焼くわけないですもんね。熊ではない、熊かも。怖っ、ね、いやすごい溝なのよこれ。どうだろうね、3ミリぐらいいってるかな。へ、釜でやってもさ、そんなに深くいかない。生々しいな。最近のやつかなこれ、うん、恐ろしい。おげんさん、周囲警戒してくださいね。いや、大丈夫です。あるんで。俺ってハマる星の元に生まれてるのか。うん、これは。いや、歩き方が悪いんだよ。教えてあげようか。ちょっと黙って。じゃあちょっと頼もの、この美しい水田跡に別れを告げて、うん、まあ、ちょっと戻っていきますかっていうところですね。そうですね。いやー、すごかったな。うん。もっと早く来るべきだったかもしれんね。ここはいいね。うん。本当に。なんかね、下がり松ももちろん素晴らしいんですけど、うん、田野もまた違った魅力がありますね。で、この小川もなんかね、素敵なとこですわ。薄い感想ありがとうございます。まあ帰りはちょっと違うルートということで。うん、やった。また違った景色を楽しみながら帰れますね。結構多い。ああ、そうなんですね。良い景色が多いと。いや、美しい集落だったんだろうな、うん、本当に。でもさ、今はまたそれとは違った美しさがこうやってさできてるのが面白いよね。まあ、確かに。いや、美しい川が。安藤が人の心を取り戻す。そうやね。いや、まだまだかかり。水だった心。まだあと10年はかかる。あ、もうずっと水源が流れてきてここに到達するんですね、うん、さっき本当初期の初期で見た、ね、上流の方見たと思うんですけど、うん、ここはね、このままね、この建物の前をね、これぐらいの 川だった、うん、あ、ここが石が溜まっちゃったんだよ、うん、残念だ、うん、変わるもんだな、これ残念だ。全部石をどかさなきゃいけない、うん、これ。でもそうですよね、川の景色ってやっぱ変わっちゃいますよね。さっきとは真逆の方から、うん、田んぼを見てるって感じですね。あっちが海ですね。だからさっき僕らがいた、広すぎる。米も取れてさ、うなぎも取れるからさ。確かに、うな重作り放題。タレがない、タレが。滝にある。あ、本当だ、いい音。滝だ、すごいね。こんなに激しく流れてる水はあんま見ないですもんね。三木先だと。新発見した獅子垣が、でもこの辺が終点なんじゃない。ああ、そうかもね。ここまで続いてるっていうね、うん、そうやね、きっと、うん、結構長いね、うん。石材の豊富さがよく分かる絵がこちらですね。球場設備からすごいな。石垣確かに作り放題だわ、これは。球場設備のまんまで、まんまですね、あれ。岩壁から剥がれたやつがこれですもん ね、一枚岩だ。だからこんな道を歩いております。すごいな。すげえ、これ絶景だな。ああ、さっきあの上を歩いてきたんですね、行きは。なるほどなるほど。やばい、ここは石垣ゾーンだ、本当に。もうあちらこちらに石垣があるな、ね、あ、こっちにもね。すげえ、これすごいね。石垣の幸せ空間じゃん。あ、かまど、へえ。ここで昼飯にすっかって言って炊事してたんだ、うん、確かにね、なんか明らかにね、ここってるから風よけだろうし。そうですよね、うん、マジで石垣フェスティバル始まってるわ。石垣フェスティバル、いや、すごいなこれ、う
もうだってずっと上までね、ああやって畑作りまくりだね。石垣タウン、ね、なんか和歌山とかで見る規模だね、うん、本当にちゃんとこうやって登れる場所が、あ、通用口すごいですね。あ、確かにここ一直線で登れるね、石垣通用口。確かに、おお便利。これから棚田の時は通用口探せばいいんかな、まずここにほら、さっきの石橋があるんだよ。ああ、なるほど、うん、だからここから意外とすぐ出られるでしょ、うん、あの住んでた人もいたんだと。あ、それでこの辺の田んぼやってた畑を、はい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 、と思うんだ。確かにこれは屋敷じゃないと、ね、通用口じゃないね、こんなしないですもんねああ、ここにも家があったんですね。屋敷とか、そうだよね、植林が流行る時代より前に理想してるんかな、うん、全然杉がないな、ね、100年以上前かもしれないですね、うん、ここの住居跡は。これが石橋、そっか、まあ、道に出れるようにちゃんと橋もあるから、やっぱさっきのとこは住居跡の可能性が高いですね。こんな感じで石橋がさっきの住居跡に続いてますね、うん、1928年に本村であった相模松の人々が三木浦へ移住した後も、田の茂には人が残り、その後1968年頃までは、田地とともに継続して稲作が行われていました。しかし相模松と同様に、集落に電気が通ることはなく、ランプでの生活が廃村となるまで続きました。はい、ということで今回は田の茂集落を取材しました、うん、はい、いや、なんか楽しかったね、うん、人によっては田の茂の方が好きっていう人もいそうなぐらい、うん、また相模松とは違ったロケーションで楽しめましたね、うん、そうだね、いい道、いい小川、いい石垣、小川要素がね、うん、あの相模松とかはないんで、なんかまたそこは差別化できてよかったですね。そうだね、多分当時とはかなりその形は変わってるけど、うん、まあ、礎を残ってて、でその上になんかこう新しい景色が生まれてるのがなんかいいなって思いました、うん、まあ、なんといってもあの田んぼがね、うん、水田跡が本当に美しかったな、あれは、うん、ああいう美しい系で安藤があれだけね、うん、あの喜ぶっていうのは珍しいんで、人間性を取り戻しました。あ、よかった、はい、あとどれぐらいかな。あと10年ぐらいだと思います完璧な人間になるにはということで、はい、今回の動画もいいと思ったらまたグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします、はい、でぜひコメントの方もですね、皆さんのご意見お待ちしてますので、書き込みの方よろしくお願いします、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。あれ、オリアさん3回目か。うん、なんだかんだ3回目、うん、まあ、今日も懲りずに来ましたまあ懲りることはないね、うん、うん、5月にね、かき氷をやるらしいんですよ、うんうん、オリアさん、うん、僕はそれをね、心待ちにしている。かき氷好きだもんね、君は、うん、かき氷あったらね、頼んじゃう。そういうプログラムがね、組まれてる。組まれてる、うん、なるほどね。あ、かき氷だって。今日、安藤は焼きうどんですね。今日、戸田君にあったよ、2度目のカレー。前も食べてましたね、カレー、うん、いただきます。はい、これのために生きてるのと言っても過言ではない。で、鶏肉なんですか。鶏肉が、そうね、溶け込んでる。うん、美味しい。星3つはい、完食しました。美味でした、うん、でもなんかね、この我々いつもいただきますの次もうごちそうさまじゃないですか、うん、ちゃんと食レポしてほしいっていうコメントもあるんであ、はい、ああそうなの。そう、あのね、技量がないんですよボキャブラリーすごい、と、うん、すごいと美味しいしかないんで、美味しいしかないそれでよければやりますけど、普通に混ぜるとすごい美味しいんだからでその3パターンで、まあ、今回も美味しかったですね。ヒストリカのおすすめです。はい、ではごちそうさまでした。フルーティーでしたあ、帰りますか。いや、これ俺が丹精込めて作ったステッカーを、いらないんだよこれをね、オリアさんのにお貸していただけることになったんで。いや、ケンジさんいいんすか、ここのお店のブランディングとしてちょっとブランディング崩れますよね、こんなおしゃれなんで。いや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 、全国に醤油壺ファンが12人いるんで、そう、まあ、世界にね、世界に12人、まあ、世界と言ってもいい、うん、なんでこのステッカーを12枚置いていきます
なんで、うん、ファンに行き渡るようになってます。ちょうどね。ああ、ちょうどだから本当に興味ない人はマジでいらんもんね。まあ、興味ない人はいらんと思う。うん、だからもしオリアさん来てくれたらこのステッカーもらえますよっていう。はい。いや、来たら本物だよね。1週間でなくなるんじゃないかなと僕は思ってます。絶対無理やろ。何年かかるやろ。そうで、僕らまた来るんでね、オリアさんに。あの、次来た時に何枚減ってるか楽しみですね。そうっすね。ちょいちょい来るんでね、ここには。そう、そう、うん、その時にちょっとね、はい、何人来たかなって見たいなと思いますんで、はい、楽しみに待ってますんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお疲れします。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、あの、来た人はオリアさんに、はい、ステッカーくださいって言えばもらえるんで、はい、はい、じゃあお待ちしてます。お願いします。はい、ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。